シュノート。ありがとうございます。はい、今日マジカパーティーご紹介していきますよ。やっていきましょう。はい、はい、今日は何でしょう。はい、今日はじゃんこちら。お、ゴレミットとエルギン、さらに伝説サポートマジンね、4体奴らを紹介していきたいと思うので、伝説界、伝説界。あー、いいですね。伝説界、伝説の7マジン、ついにこれで、はい、勢揃いになりますからね。勢揃い、どれも超強いけどね。はい、ぜひ紹介していきたいこいつらを。 OK、じゃあやっていきまーす。ショータイム。はい、はい、今日はね、この伝説7マジンのサポートマジンたちを簡単にまずは紹介していこうと思います。はい、サポートマジン、サポートマジン、はいはい、まずはフェニバーのサポートであるボッヒル。はいはいはい、こいつはブックスキル発動タイミングでパーティーから直接ここに置けます。はい、なんで例えばフェニバーがここにいてこいつ3だから捨てるじゃん、はいはい、ここワンチャンスクール状態にフェニバーがなるっていうのと、うん、捨てたら自分のドラッシュフラーのスターかキラー以外のマジカ3枚をドリームジャンケンページに戻せるっていうのがあるんで、フェニバーン の、 あの復活のためのね、はい、捨てるっていうのを軽減してくれるっていう効果が持ってます。はい、普通に出してはパワー一応6000投げるっていうねやつです。はい、はい、で次がホコラビッツ。はい、さあこいつが無限部のサポートなんだけど、ほうほうほう、こいつがここダウンフロアにいるだけで、うん、なんと元々のパワーが無限部が8000になるっていう。あー、すごいですね。そう、常に7000じゃなくて常に8000になるっていう。もう伝説魔人同士だったらそう勝てちゃうよっていう。はい、はいはい、そうで、かつ無限部が だけどなんか進化とかでしてってね、はい、ダウンしちゃう時にこいつをアップにすると生き残れるっていう、あのマジカブックグリーンの効果を秘めてるっていう。はい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 、非常に強力です。こいつおすすめです。はい、さあ次がペリコップ。はい、さあこいつはペガサイダーのサポートマジンです。はい、さあこいつがですね、ダウンフロアに、いると、相手があの捨てる、あのペガサイダーのスキルで捨てるじゃん4枚、はい、あれの枚数がプラス2枚されるっていう。あ、6枚捨てる。6枚、はいはいはい、だからね、カイザーワンナイトの5枚を超えてくるっていうね、はいはい、のがこのペリコップになってます。はい、はい、で最後がプカルパ、うん、こいつは、浮き輪なんだけど、はい、海つながりでね、ケトスクルーズのサポートになってます。はい、はい、ダウンフロアにいるとあのケトスクルーズの勝ちっていうのを勝ちアイコとしても扱うっていう風になるんですね。はいはいはい、でケトスクルーズってその勝ちアイコでもそのスキル使えるようになるっていうので、めちゃくちゃその幅を広げてくれる一枚になっております。はい、はい、であと2体コブラータンと、はい、もう一人エレギリのサポートでドラガエルっていうのがいるんだけども、はい、そいつらに関してはバトルの方でね見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあバトルいっていきます。そいそいそいはい、ということで伝説の魔人のバトルしていきましょう。いきましょう。俺はこのゴレミットを使います。はい、はい、マジカシノラドの方はエレギリン、はい、使っていきます。そしてね、あの先ほどあった魔人のサポート魔人、はい、伝説7魔人のサポート魔人も一緒にね、はい、やってるので使っていきたいと思います。はい、さあどっちが伝説お力がうまいか。いやー、そうですね、もう任せてくださいよ。いやー、いけんのかな。よし、こいつからいくぜ。どんだけバトルしてると思ってるんですか。確かにね。はい、レッツマジカパーティー。はい、コブラータ、はい、こいつは勝つとパワー4000になって、はい、終了時にダウンフロアに置く。おー、なるほど。その力500しかないっていう。あ、なんか変わったマジンですね。そう、変わったやつ、はい、はい、そしてドラガエル、はい、こちらは、勝つとパワー6000になるという、はいはいはい、はい、シンプルな。なるほど、はい、でも5000あるから基本俺は負けだね。そうですね、はいはいはい、まあじゃあリミット3ですからね。気軽な感じかな。はい、よいしょ、 OK、 はい、レッツパーティー。よっしゃー、まあ、まあまあ勝ったが、はい、4000になって5000対4000なんで、まあ普通にね、ダウンします。はい、はい、まあ序盤はね、序盤だからここはね、まだまだですよ、はい、次がレッツバージカパーリー。お、あ、もう一体コブラータ、こいつはね、別のリミット2の方で、はいはいはい、こいつは勝つとパワー4000になって、はいはいはい、ダウンフローのマジカ1番ダウン状態にするっていう。あ、なるほど、復活させることが、復活させる、はいはい、だから全然ここは気にせず俺は使っていけるよ、はい、あー、それは強いですね。そう、決めました。レッツパーティー。よっしゃー、おー、まあ、また勝ってるけど、ね、はいはいはい、勝って4000になって、まあ、ダウンはしてるから、はいはい、また4000対5000で5000で、はい、こ, こっち行きますと、はい、まあいいんですよ、まあ、ここまではね、ここまではいいんですよ、まだもうここはそう、はい、
サポート魔人ここにいることが意味になるから。そうですね、サポート魔人をちょっと貯めてきましたね。貯めてきました、はい、はい、次がレッツマジックパーティー本命の、あ、来ました。さあゴレミットだよ、ゴレミット、はい、さあこいつ勝つと相手の魔人のパワーをマイナス4000するっていう、はい、ちょっと控えめな感じにね、おお、思える。マイコンがついてるから控えめに思えるけども、はい、相手の魔人のパワーがこっちのスキルで変化したら2枚を捨てなきゃいけないっていうのがあるから、そういうピラミッドの呪いみたいな、なるほど、じわじわとこう苦しめていくのがありますから、はい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 、はい、いきましょう。レッツバディー、よいしょ、しっかりと勝った、スターで勝ちましたので、はい、で勝った、まず相手のマイナス4000します。はい、4000マイナス4000になります。はい、そしてワンチャンスキルを発動します。はい、先にあれか、マイナス4000して、じゃあ2枚捨ててください。はい、2枚 DJP を、はい、2枚じゃあ捨てます。はい、1枚、2枚、はい、OK、はい、で、マジカイフー、そしてトラッシュフラワーの、マジカイシェバード DJP にすると。あー、なるほど、じゃあスターも回収できちゃうと。はい、はい、そして次、はい、ブックスキルのタイミングなんですが、はい、じゃあどうしようかな。こいつがゴレミットがいると、はい、アップにできます。はいはい、でアップにすると、はい、相手をマイナス2000します。さらに2000、さらに2000、はいはい、ってことはこっちのスキルでパワーが変化したので、はい、また2枚捨ててください。なるほど、そういうことが起こるんですね。そういうことが起きるんですね。呪いですね、呪い。じゃあ1枚2枚、はいはい、そしてさらに、あ、でもゼロだから、はい、ダウン確定なんだけど、こいつもね、はい、アップにしときます。まあ、さらにアップにすると、はい、こいつがまた戻るんですね。なにはい、で、そいつゼロだからそのままダウンチョウ、ダウン、はい、はい、まあでもこれも計算のうちですよ。計算のうち、はい、任せてくださいよ。はい、いきますよ、はい、レッツマジカッパーディー、エレギリー、オーケー、エレギリー。エレギリンはですね、はい、あのリミット3以下の魔人との DJ 時に対抗勝ちにすると、はい、まあ、これは伝説の7魔人の効果ですね、はいはいはい、でそして相手が発動するブックスキルのコストをプラス1するという、うん、いやだから俺はもうプラス1000もできないんだね今ね。そうです、はい、はいはいはい、これもなかなか縛りがあって強い、強いね、はい、そしてね先制攻撃持ち、うん、で勝つとパワー1枚になるというところで、いやー7000対7000だとしても勝っちゃうという強いです。 OK です、はいはい、たらさあここの読み合いすごい大事ですよ。ここだな、お互い、はい、最後の1体ということで。そうですよ、レッツバディー、よーしマジよーしよーしマジかー、読んだー。さあそう刺された、はい、どう、はい、キラーで勝利しましたので、はいはい、勝利したらパワー1枚になります、はいはい、さらに、ワンチャンスキル、はい、ラスト1枚なのでワンチャンスキルを発動します、はい、マジカイフー、はい、トラッシュフラーのマジカを1枚 DJP にするということで今使ったキラーを回収します。やーべー、はい、そしてさらにですね、はい、ここからブックスキルのお時間になるんですが、はいはい、このドラガエル、はい、このブックスキルの発動タイミングに、はい、の時にダウンフロアにある状態で、はい、これをアップ状態にすると、はい、なんと、はい、エレギリンのパワープラス3000されます。無駄に先制攻撃だからね、パワーは出たいこの整理だからね。そうです、いやなるほど、なので今13000、13000、はい、ちょっとな、このマイナスどうこうもできないな。じゃあまあ一応抵抗として、はい、じゃあこっちもブックスキルタイミングで、はい、コブラータンをもうね、ブックつけないからもはや、はいはい、そうですね、コブラータンをアップすることで、はい、じゃあマイナス2000だ、あ、はいはい、ってことで2枚捨ててください。あ、変化したから、変化したから2枚捨ててください。2枚捨てます、はい、2枚捨てました、はい、ここまでかそしたら7000対11000ってことでゴレミットダウンしちゃうのでマジカショーの中の勝利か、勝利、くそ、よっしゃ、はい、じゃあちょっとあの負けた方からということで、あの先に返していきます。あ、じゃあどうぞ、くそ、はい、上から感がマジでくそ、はい、したらこれね、はい、はい、ゴレミット、はい、こいつはあのピラミッドの呪い的なねイメージのやつなんですけど、はい、まあ、こいつ自身が相手をマイナス4000できるっていうので、やるたびに
ドリームジャンケンページを削っていくっていう、本当に呪いみたいに、呪いみたいにじわじわとじわじわと、はいはい、はい、行く感じですが、それを加速させるのがこの2体のコブラータンで、はい、この毒斬りを吐いてる方が、はい、ここダウンフローがアップにすると、こいつがいることで相手のマイナス2000して2枚捨てるっていうのができますよ、はいはいはい、さらにもう2枚捨てる、さらにもう2枚いく、はいはい、でこの1の方のね、あのコブラータンは、はい、この使い終わった2を自身をアップすると戻せるっていうのを持ってるので、はい、あの自利品の時、はいはいはい、ゴレミットで基本はゴレミットのマイナス4000で攻めていいんだけど、はい、自利品の時にあと一歩決めないってところは、そのドリームチャンキーペイあとちょっとでも削れば勝てるみたいな時は、はい、ここのね2体を駆使して、あの自分の能動的に相手を削っていくっていうのができるのがこのゴレミットのじわじわ呪い戦略になってます、うん、いや強いですね、はい、楽しいよこれ、はいはい、そしてそっち、はい、こちらエレギリンの方、エレギリン、はい、もうエレギリンはねもうシンプルに強いですよね、はいはいはい、ブックスキルのコストをプラス1させちゃうっていうのと、まあ、先制攻撃持ち、うん、勝つとパワー1万っていう、うん、もう分かりやすい、分かりやすい、相手を縛りつつもパワーが強いという、うん、実質あれだもんね、相手が 2個あってさ7000でさ、はい、マジカブックマゼンタで1万にしたとしても、ね、先制攻撃だから、そうです、その1000の差でかいよね、実は1000だよこいつ、実は、うん、実はもうそれぐらいのパワーを持っていると、うん、ブロックがやっと勝って7000、やっと勝って先制攻撃だったのにね、いやそうですよ、常についてるんだよ、だって強い、ね、負けてでも勝てるからね、はい、すげえ、はい、そして、うん、それをサポートするドラガエル、はい、こいつもねバトの時に見せれましたけれども、うん、あの通常、まあ、1枚だけだとどうしてもブックスキルパワープラス1000だけなんですが、うん、こいつを起こすことでプラス3000つくという、うん、いやー、はい、こいつここ2枚使ってマジカブックマゼンタでプラス3000の中、はい、1枚動かすだけで3000アップっていうね、そうですね、しかも先制攻撃持ちなんでやっぱりそこが効いてくるというところになっております、うん、相手によっては、ね、はい、普通にじゃんけんでドリームじゃんけんで負けたとしてもなんかこいつ1枚ひっくり返そうだもんね、そうです、いやお互いでも個性のある伝説だったね、そうですね、これもぜひぜひちょっと触ってみて楽しんでもらえればなと、はい、ね、はい、L じゃなくて R か、はい、R 側にね入ってるのでぜひ組んでみてください、はい、はいはい、ということでこのねゴレミットエレギリンを中心に伝説魔人がたくさん強化できる、このねちょうど 4L4R のね凄さが分かってもらえたんじゃないかなと思っております、いや本当にあのゴレミットもエレギリンもまあ当然強いんですけれども、うん、このねサポート魔人たち、なんかフェニバーンとか無限武持ってる人たちはぜひぜひちょっと手に入れてほしいなと、これはね、はい、今までの伝説魔人好きたちは本当に手にしてほしい、そうですよね、はい、これで一気にも強くなっちゃうんで、めっちゃおすすめなんでね、ぜひぜひちょっと試してみてください、はい、さあこいつらが入っている、はい、ちょうど 4L4R は、はい、こういう発売中でございます、はい、はい、チェックしてみてください、はい、そしてですねこのね伝説の七魔人も登場してきます、アニメの方も放送中ですのでぜひぜひチェックしてみてください、そして最新情報はホームページに載っておりますのでそちらもチェックしてみてください、はい、それではこの辺でバイ